はいどうも、皆さんこんにちは、小平でございます。ということで、ね、今回なんですけれども、今回は、僕ね、リエラのファーストラブライブツアースターラインズのですね、千秋楽のですね、仙台公演に、1日目のみなんですけれども、参加してきましたので、こちらのですね、ライブの感想をね、述べていきたいなというふうに思います。はい、今回のリエラのね、土日に行われたライブでですね、一応ね、リエラのツアーっていうのは最終公演を迎えて、最終会場を迎えて10都市20公演走り切ったという形でね、ツアーファイナルという形になりました。来週一応ね、東京追加公演っていうのがね、予定されていますが、追加公演を除けば10都市20公演の正規のファーストライブツアーはですね、駆け抜けたということになります。いや本当にね、10都市20公演っていうね、ホールツアーをね、本当に駆け巡ったね、形のツアーとね、なりましたけども、本当にね、リエラの皆さんにはね、お疲れ様とね、言いたいし、そういうね、思いがあります。はい、本当にすごいと思いますね、10都市も走り抜けたっていうのが。そしてね、そのね、最後の会場が仙台公園、伊達ちゃんの出身地である宮城県だったわけでございますけども、僕自身もね、思ったこといろいろとありますのでね、その辺を語っていきたいなと思います。で、一応ライブのですね、セトリなんかや、その一曲一曲に対する思いっていうのはですね、一応ね、群馬公演の時にね、感想を述べてますので、そちらのね、動画見ていただきたいなっていうふうにも思います。で、あとね、今回はその、セトリ一個一個を見るというよりは、もちろんね、群馬公演の時とはセトリ全く違ってますので、全部変わってるわけじゃないです。一部違ってますので、その辺のね、違いなんかも話していきつつ、群馬公演の時にね、見て、2ヶ月近く経ってね、今回リエラのライブまた見たわけでございますけども、どう変化してたかっていうのもね、含めて、その辺を中心にね、語っていきたいなと思います。あとね、2日目のこともね、ちょっと僕はね、ライブ見てないんで何とも言えないんですけども、いろいろと思うところを話していきたいと思います。まずですね、群馬公演の時とね、見て思ったのが、群馬公演から2ヶ月経ってね、僕は仙台公演今回見たわけでございますけども、すごくこうやっぱりパワーアップしてるなっていう印象を受けました。僕はね、もちろんね、群馬公演の時もね、パフォーマンスね、本当にすごいなというふうに思っていたんですよ。ファーストライブの本当に1回目の公演で人前でやるライブっていうのは初めてで、ここまで多くの曲をやって、しかも多くのパフォーマンスを皆さんに披露し、もうそれがすごく質の高い、クオリティの高いパフォーマンスをここまで披露するのかというふうに思って、すげえびっくりしたんですよね。めちゃくちゃびっくりしたんですけれども、それから約2ヶ月経ってね、さらにパフォーマンスが上がってるなっていう印象を受けまして、すごくダンスにもこうね、キレがあると言いますか、皆さんの本当に動きがね、それぞれ本当にシンクロ度合いがよりパワーアップしてる印象を受けて、で、さらに言えば5人との連携、5人それぞれのそのリエラとして全体として、グループ全体としてのその連携っていうのも、行き合わせっていうのかな、合わせも本当にすごくぴったりこうね、シンクロしてるなっていうふうに思いましてね。いや、2ヶ月でここまでね、上達するっていうのは本当にすごいことだと思います。本当にね、努力されたんだなっていう風にね、5人の皆さんには本当に感心して、感心というかね、すごいなって本当に思ってるんですけれども、ちなみにね、群馬の時のね、公演と今回の仙台の時の公演ではね、多少違っていた形にはなったんですよね、セットリストが。例えば、リエラの歌、NHK のテレビアニメのソング、エンディングソングのリエラの歌に関しても、NHK ソングかな、こちらに関しても、ちょっとセトリを変えて5人で歌っていたりとか、あとは、アンコール曲がちょっと変化していたっていう、感じだったりして、あとデイ2に関してはね、仙台公演の本当に千秋楽公演に関して、デイ2公演に関しては、もうね、完全にあれは特殊枠なので、ちょっとそこのね、ことも、軽く話したいと思いますけども、今回はね、仙台公演、本当にね、先ほども言いましたけどもね、伊達さゆりさんの本当に地元、凱旋公演ってこともありましたので、すごくね、やっぱり、ね、もうただいまっていうふうにも何回も言っていたのが、すごく、印象に残ったなと。やっぱり、ね、地元でライブできる。で、しかも、それをファーストライブツアーの最後に、
こう持ってくることができたっていうのはですね、まあわかんないよ。ね、ライブ主催者側のちょっとね、希望というかね、配慮もあったのかなって思うんですけども、まあそうだとしても、本当に嬉しいことですよね。自分の地元がね、一応ツアー千秋楽っていうね、形で締めることができてるっていうのはね。で、その、伊達ちゃんの喜んでる姿を見る残りの4人も本当に見ててほっとしましたね。うん。まあ、ほっとしたというか、要は、伊達ちゃんの地元で千秋楽を迎えることができてよかったっていう風に多分4人も思ってると思いますので、本当にそのね、5人みんながね、宮城公演に対する、そしてね、これまでの旧都市に対するね、思いっていうのは本当に強いんだなっていう風に思いましたし、いやー、本当に、もう最高だったとしか言えないんですけども、うん。だってまだね、本当にデビューして間もないのにね、あそこまでクオリティの高いライブをできているっていうのでね、うん、前も僕群馬公演の時も言ったと思いますけども、ファーストライブじゃないファーストライブだなっていうふうにもまあ感じましたよね、単純に。うん。そもそもツアー公演を行えるってこと自体もすごいなっていうふうに思いますし、うん。いや、本当にね、最初からマックスで行くっていうふうにもみんな、ね、伊達ちゃんが確か言ってたと思いますけども、本当にマックス、もう全力を出してるっていう、もう本当にファーストライブを超えたファーストライブ、クオリティもね、歌も、本当に、ね、ダンスも、すべてのクオリティが本当に高いなと、そしてそれに応えるファンの姿っていうのも、本当にいいなっていうふうに思いましたね。みんなもね、まあ、多分やってたと思いますけどもね、ディエラ5ラインズって言ってね、僕も群馬公演の時やりましたけど、いや、本当できた時すげえなと思ってちょっとびっくりしたんですけど、やっぱりね、ああいうね、なんだろう、ファンもキャストと一緒にこうライブを作っていくっていう。これが本当にラブライブの原点であり、ラブライブの良さでありますから、まさにみんなで叶える物語っていうのをライブ会場でね、皆さんと共にね、こう、なんだろう、一体になってね、こう、いいライブを作ろうとしてるんだなっていうのが本当にファン、そしてキャストさん、そして関係者の皆さん共にね、感じていることなんじゃないかなと、本当にみんなでね、一体感出していいライブできてるなって思いました。これはもう群馬公演も仙台公演も同じこと言えるんですけども、本当に良かったね。で、そしてね、あとデイ2公演、もうこれに関しては完全にちょっとアンコール部分がね、もう本当に特殊枠だったと思うんですけども、まあ結構ね、ツイッターでも言われてると思いますけども、アコギね、うん、伊達ちゃんが、伊達さゆりさんが、まあ、アコースティックギターを、弾いて、まあ、いわゆるね、ちょっと特別バージョンのタイニースターズを、リユーさんが出てきて、まあ、一緒に歌ったっていう、ね、弾き語りってやつですね、いわゆる。弾き語りをしたっていう形だったんですけども、まあ、これに関しては本当に自分の地元でやっぱり行えてるっていう、ライブを行えてるからっていう思いと、まあ、あと、自分からその志願したっていう、そのアコギの練習をしたいっていうことを、要は渋谷かのんちゃんに近づくために自分から志願したっていうのも本当にね、すごいと思います。やっぱり踊りや歌もできて、さらに楽器までね、挑戦しようとするっていう、このね、なんだろう、努力、なんだろう、キャラクターに近づこうとするっていう、本当に、すごいことですよね。で、しかも、まあね、ちょっと僕はあんまり把握してないんですけどもね、すごくお上手だったっていうふうにも聞いていますしね、まあ、相当練習されたんだろうなとも思いつつ、まあ、あとね、ね、日曜日に関しては1月9日に関してはリユーさんの誕生日だったっていうこともありますので、まあだから誕生日だったからもしかしたらリユーさんも出てきて一緒にタイニースターズ歌ったんじゃないかなっていう。あとね、カノンちゃん、まあ伊達ちゃんのね、出身地でもあるから、そのね、最後出身地でのライブの最後の公演、デイ2公演だったってこともあるので、せっかくだったらアコギを弾こうみたいな感じのなんか流れになったんじゃないかなっていうふうに思いますけども、いやー、まあ正直ね、現地で見たかったって思いはすごくありますけれども、まあ何よりね、本当に聞けた皆さん羨ましいなと思いつつね、うん、そのね、伊達ちゃんが頑張る姿をね、皆さん見届けることができてね、皆さんが見届けることができても僕はね、嬉しく思いますしね、あとまああんまり言えないですけどもね、結構関係者の方もね、来ていらっしゃったってことでね、そのキャストさんのね、キャストさんの関係者の方も結構いらっしゃってたってことなので、そういうね、関係者の前でもね、披露することができてね、
まあ、すごく良かったんじゃないかなと。それこそご家族の方もなんか来てたっていう話をちょっと僕もね、ちらほら耳にしてましたので、うん。やっぱりね、ご家族の前でね、そういうね、挑戦してる姿っていうのを見せることができてね、やっぱり本人が一番嬉しいしね、ほっとしたんじゃないか。まあ、ほっとしたっていうとあれかもしれないけども、ね、自分は頑張ってるよっていう姿を、やっぱりね、ご家族の方が見たらね、それはね、やっぱり嬉しいことでしょうし、いや、本当に幸せな、ね、2日間だったんじゃないかなって感じました。皆さんはですね、リエラの仙台公演ね、まあ、配信で見た方、現地に参加された方いらっしゃると思いますけども、皆さんのね、感想なんかも、ぜひね、コメント欄に書いていただければと思います。はい。まあ、今回でね、一応ツアーファイナルという形にはなりますけども、事実上ね、ツアーっていうのは、来週まで続きますので、東京ガーデンシアター公演のですね、まあ、感想なんかも、話していけたらなというふうに思っております。もしですね、この動画がいいなと思うと、グッドボタン、高評価と、あとチャンネル登録もお願いします。では、またまたすぐでお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。